エンビジョンは GM が製造し、ビューイックブランドで販売されている SUV である。2011年4月18日、上海モーターショーにてエンビジョンを初公開。プラグインハイブリッドシステムを搭載した SUV コンセプトモデルで、上海 GM と GM のパティックが開発した。2014年7月、中国にて市販モデルが初公開。同年10月より、 中国国内で発売が開始された。アンコールとアングリーブの間に位置する SUV で、中国語では、ノボルカイと称される。2016年1月、デトロイトモーターショーにて、北米初公開。同年夏より、アメリカ国内で発売が開始された。中国で生産され、米国へ輸入される。2017年11月22日、中国にて、マイナーチェンジを実施。 デザインが最新のものに変更されたほか、急速、オートマチックトランスミッションが2.0リットル搭載車に採用された。2018年2月、北米市場向けにマイナーチェンジを実施。2019年11月20日、中国市場向けに2度目のマイナーチェンジを実施。2.0リットル CD ターボチャージャーエンジンと急速、AT を組み合わせる 28T と、 1.5リットルシリーズ直噴ターボチャージャーエンジンと7速、DCT を組み合わせる 20T がラインナップされる。エクステリアも LED ヘッドライトの改良など、最新のビューイックデザインに変更された。2020年5月29日、2代目エンビジョンを2021年初頭に米国で発売すると発表。中国では初代エンビジョンと併売され、2代目はエンビジョン S と呼ばれる。 インビジョンは英語で心に描く直面するという意味である。ありがとうございます。